愛媛県松山市に本社を置く日本の製菓業者。1883年創業で、創業年の16が社名の由来、松山市の代表的な老舗企業である。タルトのほか醤油餅等の郷土菓子やケーキなど、和洋菓子全般を幅広く製造販売している。特にタルトは、伊予鉄、高島屋をはじめとした、県内主要百貨店、スーパー、 JR 松山駅など県内駅売店、松山空港売店、高速道路のサービスエリア、土産物店、道後温泉など、松山近郊のホテルや旅館等の土産物販売コーナーなど、取扱店舗は多く、容易に購入できる。直営売店も多数展開しており、本店は大街道商店街と勝山町にある、道後温泉本館前店を含め、 同温泉商店街には2店舗を構える。同じくタルトを主力製品とする旗田が16本舗よりも先駆けて積極的な県外展開を行ったのとは、対照的に16本舗を名乗る小売売売店は松山地区を中心に展開し、東予地区や南予地区への進出は遅れていたが、近年店舗数を増やしている。また、旗田とは対照的に愛媛県外では、 香川県に数店舗を構えるのみである。直営売店では独自のポイントカードサービスを展開している。16タルト南海放送ラジオのほか、愛媛県内の民放テレビで CM が放映されている。タルトの CM には株式会社16本舗、玉木康史社長と映画制作のパートナーとなった伊丹十三がモンタカやトイヨベンで出演している。また、 同社のクリスマスケーキの CM ソングである、踊れサンタクロースは、愛媛県の冬の風物詩と言っても過言ではなく、愛媛県内のテレビ局で何度か特集が組まれたことも、ある。ネッツ愛媛、J スポット、新居浜 ITM グループ、ありがとうございます。